それれではこれより輝け徳島わくわくトーク意見交換会を開催させていただきますこのワク,ワクトークは各地域で先進的な取り組みや活動をされているところに、泉知事が出向き、活動現場を拝見させていただくとともに、地域の課題や今後の夢、希望などにつきまして、県民の皆様と意見交換をさせていただきながら、今後の県の施策に生かせていただくために開催しております。本日はここ長町におきまして 地域の特産物であります、紀藤ゆずを用いて、独自産業界や輸出に取り組んでおられる紀藤ゆずクラスター協議会のメンバーを中心に、関係者の皆さんにご参加をいただき、紀藤ゆずの今後の戦略を語るというテーマで、意見を伺いたいと存じまますそれではワク,ワクトークの開催にあたりしして飯住知事からご挨拶を申し上げます。 本日は「輝け徳島ワクワクトーク」開催をいたしましたところ皆様方にはご参加をいただきまして誠にありがとうございます今日は「紀藤ゆず」の今後の戦略を語るということで何といっても今では日本を代表する柑橘としてヨーロッパでは「紀藤ゆず」この名前が大変広まっているところでありましてこうした六字化戦略をはじめとしまた 昔から紀藤においてはこの柚子をずっと生産を続けてこられたその先達の皆さん方の素晴らしい技知恵こうしたものが今に引き継がれているところでもあります。まあ、特にイオンリテール株式会社の皆さん方とプライベートブランドこれらも開発をするこれは日々取引を安定的にするといった観点では大変優れた取り組みであるわけでありまして。 地域の企業の皆さん方と、まあ、JA アグリアナンの皆さん方が一緒に連携をする中でそして生産者の皆さん方としっかりとスクラムを組んでそしてこの紀藤ゆず6次産業化さらには今海外輸出戦略ということで国を挙げて取り組むそのまさに先陣を切って例えばフランスのシアルドイツのアヌーガ国際見本市こうしたところで どどんどん祈祷柚子ががそしててて徳島のででられてきているところであります平成28年にはゆず全体で2.2トン輸出しているところでありましてでもなんとそのうちの1.7トンは紀藤ゆずということでまさに押しも押されもせぬ世界の紀藤ゆずとなっているところでありましてぜひ今日は皆様方に日頃のご苦労あるいはこれからの夢や希望こうしたものについて どしどしと熱く語っていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いをいたしますありがとうございましたそれでは意見交換に入ります前に情報提供といたしましてこれまでの気筒ウーズの6時間の取り組みということにつきまして、えー、先進的な取り組みを行っておられます気筒ウーズクラスター協議会の活動につきましてご報告をいただきたいと思います あのキトイズクラスター協議会の会長させてもらってます榊野といいますよろしくお願いします、えー、6次産業化の推進や輸出の展開などこれまで取り組んできましたキトイズクラスター協議会の活動について報告させてもらいます、えー、まずキトイズの概要なんですがあのー、徳島県で生産されているキトイズは 高知県に次いで第二位の生産量を誇っております。栽培面積は百六十六ヘクタール、栽培者数は七百六十五個となっております。ピトウズの栽培の歴史は約五十年前に始まり、現在県内一の生産を誇るとともに、良質ともにトップブランドとなっております。ピトウズクラスター協議会なんですけれども、六、えー、次産業化や輸出の取り組みを促進しております。 また担い手の育成など地域の課題を解決するためにいろんな団体が一緒になって平成26年の5月に設立されていますメンバーなんですけれども中町特にこの紀藤地域にあります黄金の村湯桃湾、紀藤村そして JA アグリアナンさんそれから県内の菓子メーカーなど全体現在は14団体のメンバーが で構成されていますもちろんこの中にはイオンリテールさんも入っております次に気筒ゆずクラスター協議会の具体的な取り組みなんですけれども、えー、こちらはあの展示会に一緒になって出ているところですスーパーマーケットトレードショーやフーデックスギフトショーといった商談会に気筒ゆずという看板を掲げみんなと一緒になって PR に励んでおります 加工品はもちろんなんですけれども、EU 向けの成果の輸出の拡大を図るために輸出が、えー、っともう3年になりますかね、EU への輸出が始まっています、えー。EU への輸出をする際には大きなハードルとなるのが厳格な検疫基準です。農薬の種類や残留農薬の基準値など、日本よりもはるかに厳しい数々の課題をクリアしながら、 平成26年10月、先ほど知事がおっしゃったように県内初となるユズの輸出が始まりました。えー、今年ももうすぐ5月に第一回目、青いユズが輸出される予定です。で私たち北伊豆クラスター協議会では国内外はあのはもちろんですけれども、海外でのプロモーションも始めております。青いユズが輸出されると同時に加工品の 商品もあのー、いろいろ海外で PR することに努めています。えー、っと昨年は私も行ってきたんですけれども、えー、1月っと今年ですね今年の1月にパリので亀頭イズシ味会と写真展というのを行いました。えー、この中で私はあの亀、ー、頭イズを使って果汁を使ってかき混ぜをしたんですけれども。 あの好評でして何回もお代わりに来てくれるお客様がいたということで大変驚いたところです有名パティシエや料理,料理をする方の前で「キトイズ」の PR ができたことはすごく良かったことだなと思ってます。それからあのリヨンの「シラの」の展覧会ですがここではゆず果汁を搾除機を持っていって実際搾除をして香りを楽しんでもらうというような 企画もしました。えー、たくさんのあの方が会場をいっぱいに広がるキトウイズの香りにあのー、喜んでいただけ、問い合わせもたくさん来たところです。そしてこういうようなあのー、ところから加工品の柚子の果汁の輸出もどんどんと広がっているところです。成果としましてはあのー、60家企業の、えー、と雇用の人数が。 20名から25名というように5名3社で5名のあの正規雇用者が増えています。またあの加工用の原料がの前前はちょっと制限がかかったりしてあの収穫しても持っていくところがなかったのですが買取の方も全量買い上げ。そして価格の方は1キロあたり77円から121円と44円のあのアップになりまして農家所得の 工場にもつながっているとモーカル農業に少しずつ近づいているのかなと思っていますで、こういうような活動が評価されて第三回ディスカバー村の宝特別賞のチャレンジ賞を受賞することができましたこれはチャレンジ賞のその時にあの安倍首相からもらったあのトロフィーなんですけれども この時は昨年ですね12月に首相官邸まで私はクラスターの代表として授賞式に参加し安倍首相からこういうふうにこの「ディスカバー村の宝」では応募のあった全国769の地区から30地区を有料事例として授賞式に参加しました。そののの地区の中から4つの 特別賞というかグランプリが1つそして特別賞が3ついただけるのですがその中のチャレンジ賞に選ばれたということですこのチャレンジ賞はやはり輸出に取り組んできたりあの農家の所得がアップしたりというそういう取り組みに評価が得られたのではないかとあの思っています。で当時あの山本農林水産大臣かからら直接私もあのこのの賞をいただき後の交流会では安倍総理から あのねぎらいの言葉もあのいただき大変励みになりました紀藤ゆずクラスター協議会の活動をこのような地方を励みにますます強化していきたいと考えています簡単ですがこれで報告の方を終わらせていただきますえそれでは意見交換に移らせていただきますがこれからの進行につきましては紀藤ゆず振興協議会,会会長阿南農業協同組合常務理事の木村常務理事さんの方にお願いしたいと存じます それではよろしくお願いいたします、えー、木東ユーズ振興協議会の会長をしております木村と申します、えー、本日はよろしくお願いいたしますまたあのこういう場で皆さん緊張なされておるような感じがいたしますがあの家の中のリビングでくつづいてるようなあのニコニコとして活発な意見が出たらと 考えておりますのでこの方もよろしくお願いいたします、えー、それではまずはじめに、えー、皆様方の自己紹介をしていただけたらと思っておりますまあ、簡単になんですがまずトップバッター、えー、今日は甲3点がおりましてど真ん中に座っておられますあの紀藤果樹研究会の若手のホープでありますまたあの紀藤果樹研究会でも理事という役職をしておりまして 今大変活躍なされております石原さんからよろしくお願いいたしますはじめまして石原まみと申しますあの収納して4年目のまだまだ新人ですがどうぞよろしくお願いいたしますあの収納したきっかけは10年前に地が高いし柚子の栽培管理が行き届かなくなってきましたそれで剪定ができていない木が増えてきたことです その頃、私は結婚して旧の和食町に住んでおりましてあの,柚子の収穫など忙しいい時だけ作業を手伝いに来ておりましした。しかしあの生い茂った柚子の木では収穫作業がなかなかはかどらず姉妹のうちの誰かが本腰を入れて栽培に取り組まないと柚子を守れないという気持ちから当時の仕事免許事務を辞めて農業をする道を選びました。 柚子栽培に取り組んで4年目となってやっと栽培のことが分かり始め今すごく面白みを感じております余裕を持って柚子の,木,の木や玉の様子を見ることができるようになってきました木頭柚子が品質でも量でも日本一と言われるよう取り組んでいきたいと考えておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございましたえ続きまして、えー、昨年 新たにキトユズの首都圏の販売を強化するために渋谷光栄にユズブランドとして香るキトユズですかオープンいたしましたキトユズ株式会社のババさんにお願いしたいと思いますよろしくお願いいたします、えー、ババアテイゾーと申しますもともと生まれは琵琶湖のほと、えー、りの井井直介さんの白のサで生まれておりますがあのー。 セゾングループという大きな小売業とエイオングループという大きな小売業いずれも取締役商品本部長とか PB の開発とかそういったものの責任者を歴任いたしまして還暦3年前に退職をしてそれを機に皆さんのお手伝いをしたいということで流通コンサルタント特にギャップの 指導員資格も持っていますのでそういったことを含めて皆さんの農産物とかそういったものを6次産業化されるんですがなかなか3次から6までが出口戦略がなかなかつながらないとか分からないとかいう方がたくさんおられましたので実は私別の会社でコンサルタントの仕事を作っておりまして。 日本の離島とか4つぐらいお手伝いを今しておりましてえ3年ほど前にえ社長の藤田さんとえひょんなところから出会うことになりましてえ彼の熱いこの祈祷を思う気持ちとゆずとで私が田舎が未生ゆずが小さい時からありましてえ本当に小さい時からゆずのお風呂しか入ったことがないというぐらいゆず好きでございましたのでえそれも重なって今自分の仕事の約8割は。 この紀藤伊豆株式会社で何とか成功させていきたいというふうに思って頑張っている次第でございます。あの皆さんとのお話をたくさん聞けることを楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたしますありがとうございます続きまして2年前に中町の地域町おこし協力隊ですとか地域おこしで今、紀藤地区で活躍されております。 えー、馬場さんと同じ滋賀県のご出身だそうでございまして、えー、小林さんすみませんがよろしくお願いいたします初めまして小林かなと申します2年前に地域おこし協力隊として滋賀県から徳島県中町へ来ましたここ紀藤地区を拠点に紀藤伊豆の販売促進や PR を中心に現在活動しています私が紀藤地区に興味を持っったきっかけは 北側で行われていました三村留学です過疎地での教育というものに関心があり三村留学のスタッフについて調べていましたその時北側での三村留学のスタッフ体験情報を知り研修に訪れたのが紀藤地区との出会いですそして研修が終わったその日の夜にはもう紀藤地区に住みたいとビビっとくるものがあったのを覚えていますそして運良く協力隊を募集していることを教わり すぐさま応募しましたそれが大学四年の時です私は徳島にも縁もゆかりもありませんでしたが山村留学を通じて祈祷を知りつながることができました現在は祈祷伊豆クラスター協議会の事務局を一部担うとともにここ湯島湾カフェクルクの運営を一部行っております今日はどうぞよろしくお願いしますありがとうございました、えー、それでは沢木のさん えー、クラスター協議会の親分でございます <laughs> まあ、あのー、十分分かっておりますがあご紹介よろししお願いいたます、はい、あの先ほどクラスター協議会の説明をあの活動報告をさせていただいたんですけれどもちょっとぶん上がってしまって <laughs> 聞きづらかったと思うんですけれどもあの私はあのクラスター協議会の はまあ,あの会長としてやらせてもらっているんですけれども日頃は有限会社ゆとう安という加工会社であの働いております平成18年から代表になってあのなんとか売上を伸ばしたいなということで。えー 一生懸命あの頑張っているところなんですけれども、あの伊藤庵の会社っていうのは現在役員二名を含めて上勤が二名パートさんが五名全部で九名、すべて女性です。我が校に伝える食作りということでことこととあのまああの丁寧な喜多井があの前面に出るような商品作りに日々あの頑張っているところなんですけれども、私があの平成十八年に代表になったもののあのずっとユズの農家 であの畑には向き合っていたんですけれども経営はマンデの素人っていうことでいろいろこの代表になったことで商談会や研修会に積極的に参加しまたあらゆる方に売り方や PR 方法を聞くなどとあの今までで学校に行っていた中でも一番勉強した期間ではなかったかなというぐらいあの一生懸命あの頑張ったつもりですけれども。 えとそういう中で思うのがあのキトイズってすごい素晴らしい地域資源があるわけなんですけれどもその、えー、と素晴らしい地域資源があるのでそれで商品を作るからあの売れるのかっていうとなかなかそうではなくていろんな仕掛けがあったりあの売り方っていうものがあるんだなということを痛感しています。でキトイズについいてはあの県や町またた JA さんなどのの応援もいただきあの地域の6企業 とも連携しながら取り組みを進めてきたんですけれども、さらなるステップアップができないものかと考えています。今日は北欧津のことを考える皆さんと一緒に、あの地域活性化に向けて何が必要なのか、何をしたらいいのかっていうことをあの考えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。えー、最後に私木村でございます。先ほどの紹介にもございましたが、北欧津振興協議会の会長、それと。 ジェイアグリアアリナン、アナン農業協同組合の常務理事として、えー、木とゆずと毎日向き合っている私でございますが私もっとは農協の職員でございまして今から三十数年前から木とゆずとは関わりがございます家もこのお隣の旧の木沢村でありまして私自身もゆず生産農家でもあります えー、皆様方に大変助けられてそれとかご支援もいただきながら今紀藤ゆずの販売消費拡大に向けて、えーえーまあ、わずかな力でございますがあしておるわけですがますます皆様方に助けられてまた一緒にともどもこれから紀藤ゆずの発展のために頑張ってまいりたいと考えておりますので今日皆様方にあの勉強させていただきましてまたそれをお一つの力としていきたいと考えております。 えー、このぐらいで私の紹介は終わりまして、えー、それでは「紀藤ゆずの今後の戦略を語る」というテーマを今日は設定させていただきたいと思っておりましてこれについて石原さんのように政治資産者の立場また馬場さん崎野さんのように独次産業で獲得の立場 ああ他県からおいでて新しい目で駅、えー、と誘導を見ていただいているお若い力のお,お持ち主のお小林さんこういう方々にそれぞれの立場からご意見をいただきいて、えー、会を進めたいと思っております大変不慣れでございますがどうかご協力のほどよろしくお願いしますまた合間合間に知事さんの、はい、ご指導賜ればと思っております、えー、それでは いつもトップバッター申し訳ないですがあの次回のツクもありますので5分程度でまとめていただいて石原さんの方から生産者としてご意見をお願いできたらと思っておりますよろしくお願いします私がキトイズの栽培に取り組んだきっかけは先ほども申しましたが 10年前父が他界して生い茂った柚子の木が増えてきたことです片手間ではあの長年祖父母や親が丹精込めて栽培してきた柚子が守れないと思いました私は現在紀藤数研究会に属しておりますが柚子生産者の平均年齢は70歳を優に超えております最近では剪定が思うようにされず収穫も全てできず冬になっても黄色く色づいたまんまの柚子を見かけるようになりました 多くの家では収穫や防除など、手間がかかる時には地域外に出ている方も休みの日には帰ってきて作業を手伝う光景も見られますが、年々管理の行き届かない柚子園が増えてきているように思います。紀藤 <laughs> ゆずの歴史は50年と言われているおります。これまで千人が守り受け継いできた中町の宝である紀藤ゆずを次の世代に受け継いでいくことが私たちの使命であると考えております。 この2月10年ぶりとなる紀藤柚子振興大会が開催されましたその中で地域が一丸となって今の生産力を維持していこうそのためにこれまで取り組んできたイオンとの連携や6次産業化の推進などに一層取り組みブランド化を図るとともに担い手を対策を強化していこうということを確認いたしました。 そこで紀藤ゆず振興大会のパネラーが中心となって若手農業者によるチ,チーム気筒ユーズを結成しましまた。このチーム気筒ゆずは販売額がトップをいく収品率や生花率が高い方輸出に取り込んでいる方など地域の特農家を師匠として栽培技術や経営力のスキルアップを図ることが狙いとしております。また、 生産者の年齢の幅が大きくなり親とと同年代の方に相談しづらいこともあります私自身母と栽培方法などで意見が合わず悩んでしまうことも少なくありません同世代の若い人とであれば気軽に聞いたり確認したりすることができることから良き相談相手であり良きライバルとしてメンバーが切磋琢磨しながら木とゆずを盛り上げていこうと考えております。先日は お隣の高知県室部地区にお邪魔させていただきました以前はお互いがライバルというイメージがありましたが世代交代が進む中肥料のことや消毒のことを教えていただき気軽に意見交換することができましたこうした取り組みを紀藤伊豆の産地である紀藤から中町全域に広げていきたいと考えておりますまた5年後10年後この紀藤の産地がどのようになっているか なっていてほしいかについてですがいつまでも秋には中町が黄色く色づくことを願っております高齢化や担い手不足といったことは今に始まったことではありません私自身いろんなことにチャレンジしていきたいと考えています4年目となり栽培のいろはも理解しつつあります先輩方から栽培技術を吸収する力も高まってきたかなと思いますそこで私と同じ4年目となる EU への 成果輸出にも取り組みたいと考えております日本だけでなく海外に出ていき成界の人に気筒ゆずを知ってもらえる味わってもらえるそう思っただけでワクワクいたしますいつまでも気筒ゆずの栽培を始めた気持ちを忘れずワクワク感を持って取り組んでいきたいと考えておりますこうしたことが少ないかもしれませんが新たに気筒ゆずに取り組む 若い方々に木戸柚子を支える担い手が一人でも多く生まれてくれる場と願っております私は今旧の和食町から木戸へと約1時間かけて通勤農業をしております柚子出会い大橋などができ便利になったとはいえできれば30分ほどで移動できるよう道路の整備が進めばと個人的には願っております 私のいとこも今年から本格的に柚子栽培に取り組み徳島市から定期的に通っております剪定や防除、収穫などが忙しくなるときほどこの距離や時間が短くなればいいのにと本当に思います担い手が不足する中でこれからの農業を考えると通勤農業もありだと思います5年後10年後も今と変わらず 多くの人が生き生きと気筒ユズの生産に関わり多くの気筒ユズが国内はもとより海外へと輸出されることが私の願いですありがとうございましたはいありがとうございます大変ご苦労なさっていることがよくわかりましたえ続きましてあの販売の面からババさんにお願いしたいと思うんですが気筒ユズ株式会社昨年設立されてあのエディアズ の藤田社長さん私も4度ほどお目にかかりましていろんなご意見を伺ったんですが大変紀藤に対してまた木とゆずに対して思い入れが強い方とお見受けしておりますその中で私も伺いましたが202020という戦略的な考え方を私も拝聴いたりしてたんですがそういうことも含めまして販売面からご意見ご提言いただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 あのちょうど去年の9月1日に紀藤ゆず株式会社を神田の神保町に発足しましたで同じく9月16日に、えー、渋谷の、えー、地下2階のスイーツショップの一番前に、えー、真っ黄色の、えー、ケースで囲んだ、えー、香る紀藤ゆずというスイーツのお店一部グロッサリーも売っておりますが、えー、オープンをさせていただいています。 先ほどご案内ありましたように、二〇二〇二〇は、二〇二〇年に二十店舗を目指そうという。藤、えー、田の思いを、えー、実際に変えるべく、えー、今、一店舗をしっかりやらないと、二十店舗はできませんので、今、その足元をしっかり固めていることです。一言ずつ、株式会社をなぜ都心に出したか、というのは、えー、先ほどから言っています。六次産業化のやはり一番大事なことの一つは、えー、作り手側の思い。 志ある面そういった思いだけではお客様は必ずしも動くとは限りませんそういう意味ではできる限りマーケティングも含めてブランド戦略も含めてお客様に寄り添うでお客様の声を聞くでお客様の声をちゃんとこの祈とに持って帰るフィードバックするそれが我々の大きな役割ではないかなというふうに思っています。 昨日まで3日間もビッグサイトで東京ギフトショーに3日間老体に鞭を打って3日間立ち続けて300人ぐらいのお客様とお話ができました。まだまだだ 祈祷、えー、と呼んでもらえなかった人もおられました、えー、傷ってなんやって言われましたし <laughs>、えー、そういうこともあるのでいや違いますよとかれ徳島ってスダと違うのとかって言われたりしながらいや違いますよとか祈祷、えー、は本ユーのメッカなんですよというようなことから、えー、説明をさせていただいて分かっていただいたりしながら、えー、いろんな会話もしています例えば例を挙げますと、えー、店頭でよく分かってきていることですがやはり高齢化を迎えて調味料は やはり作らなくなくってきてきますねでその分だけ調味料はあってもいいんですがたくさんの大きなな容量はいらないらですでその分だけ小さくしてその代わりドレッシングとかすぐ使えるものの方がお客様は今求められますしやはり嗜好性の高いものを求められますので、えー、例えばゼリーを開発もしましたカオルで、えー、もう、えー、最近開発したものはピールゼリー、えー、おせんべい飴 淡の鳴門の塩と鳴門の徳島の鮎を使ったアメままで,で販売をしておりますそういった形でやはりお客様がだんだんとそういう思考性の高いところに行っていますので今そういったものをこちらにまたフィードバックをしながら商品作りに生かし それがまたお客様の満足につながりというこのうまい循環をやっぱりこれからより続けるために我々はむしろ祈とにずっといたいんですがやはり東京にいながらそういったところのお客様の気持ちをぜひ寄り添いたいなというふうに思っています。幸いい一生懸命頑張っってて B2B の業務も売るるんですが今実は六本木にある ベンツ本社のにカフェがあるベンツカフェにもゆずのお菓子は置いてありますし東京の結構有名なカフェにゆずフロートとかゆずドリンクがありましたらあの私どものところの方から柚子の一生瓶入れごとを売ってますのでそういった形で,で「きっとゆずを使ってますよ」ということをメニューに書いてねということだけお願いをしてるんですがそういった形で進めております。 まあそれ以外には藤田が紀藤頑張ろうということでキャンプ村とかカフェとか漫画図書館とかも全部含めてこの9月に紀藤デザインホールディングという形でホールディングを会社化にしまして各事業でしっかりと独立採算でしっかりやるというような形の方向を鮮明にしてまいりましたので今後もぜひ一緒に頑張っていきたいと思いますのでよろししくお願いいたします。ありがとうございます。 えー、今あ、生産者の立場、それから販売の立場ということで、うん、木原さん、馬場さんからご意見をいただきました、今度はあの6次産業化あ、加工のプロであります、えー、クラスター協会の会長のお佐木野さん、6次産業化で、えー、加工品、いろいろ開発されておりますが、その立場の方でご意見いただけたらと思っております。はい えー、あの加工品の、まあ、プロとおっしゃっていただいてありがたいんですけれどもあのクラスター協議会の活動報告でも述べさせていただいたようにあのみんなで一緒になってあの6時間の推進や輸出の促進というのを。 あの頑張ってきたというか PR してきたおかげにあの企業の雇用が増えたり全量買い上げがあったり単価が増えたりということはあのすごく成果が上がってきたのかなと思ってますしかもあの今馬場さんがおっしゃられたようにキトイズをこう出口ですねあの商品をした後の出口もしっかりとした形であの頑張っておられるのでまあ売り方といいますかマーケティングの方も任せていたあのもらえる会社ができてきたということもあるんですから。 で,もえー、ではあの畑の方に目を向けるとととどうかというかいことです、ねえー。生産現場の畑に目を向けるとなかなかその作業をしているあの作業者というか生産農家は高齢化になってきてますしあのなかなか柚子が全量買い上げていただけるのにあの収穫ができずにぼつぼつとこう黄色い柚子が昨年もたくさん残っていたように思います。で あの原料油造の出荷は増えているのに、北欧油造本来の北欧油造のきれいなあの精化油造の出荷量が減っているという現状もしっかり見つめ直さないかんところかなと思います。えー、生産部会の平均年齢がやっぱり七十歳を超えているということから、なかなかその面積もこれからの増やしにくくなってくると思います。で、あの若い人たちにそこをカバーしてもらうために、えー、やっぱり新規生産者の 獲得をどうしていくかっていうことがすごく課題になってくるかと思うのでやっぱりあのクラスター協議会の方もあの今までの出口売ること PR することもあのキトイズ株式会社さんと一緒にこう分け合いながらそれも進めてはいきますがやはりあの畑の生産の方の担い手の。 育成とかにもっと力を入れていかなければいけないなと今年度の総会ではみんなで確認し合ったところですじゃあ若い人たちをどうやって集めていくかなって言いますと先ほど石原さんが言ったように えっと、三十代四十代が集まった生産者ごろ、グループ、若手生産者グループ、チーム、祈祷ゆず。って言うのができて、本当に、あの、嬉しいなと思ってます。で、そういう、あの、グループを核として。小林さんのような地域おこし協力隊が。どんどん、こう、新規収納として、入って、これ。えっと、入ってきて、頑張ってもらえないかなということも、考えています。で、今、やっぱり、こう、産地としましては。あの、売ることも、大切なんですけれども、その、売るためには、原料が。 しっっかかりなかったらのので畑の方に目を向けてやっぱ新規収納者をどう受け取るのかその募集にも強化したいと思いますしその募集してきた新規収納者たちをどうやってあの受け入れるのかという受け皿もやっぱ整備をしていかないといけないのかなと思ってますであの先ほど石原さんが言ったようにあの収納するためにとかゆずをあの作ってもらうためにまずは紀藤に定住しなさいよっていうのはなかなか敷居が高いのかなと思うんで こっちで出身の人が出ていても、通勤農業すごいいい言葉だなと思います。あの、石原さんのように通ってあのー？ 柚子の栽培をして、まあ、収穫期はすごく忙しいかなと思いますけれどもそれは家族で分け合ってやっていけると思いますし私の家も実はあの柚子は400本少々持ってますが夫は林業関係の仕事で月から金まで森林組合の方で勤めてますし、はい、私も加工の方を月から金までじゃあ残った土日を柚子の方の作業朝晩 あのものすごく大変ですけれども収穫は阿南市にいる長男夫婦に手伝いに来てもらったりしてもらってますそのようにやっぱりこの頃あのいろいろスタイル生活のスタイルがありますので通勤農業でやったり年金プラス柚子であったりそれからの柚子プラスどこかで働くまたはあの農業で行くにしても祈祷にはケイトとかまだまだあの。 地域資源がたくさんありますのでゆずプラス何かと組み合わせてあの儲かる農業をやってもらえれたらいいかなと思いますとにかくあのいろんな形で柚子の畑を荒らさずに柚子をしっかりと作っていくっていうことが大事なのかなと思いますそれともう一つ、えっと、この紀藤地区にはあのこの小さな場所にあの加工会社が3社ありますね。 でそれは J さんを含めて4社になるわけですけれどもこういう6次化企業の,まああの全くこう100%成功かっていうとそうではどうか分かりませんけれどもあのチャレンジ賞をいただいたようにこの,あの6次化企業であの6次化のモデルっていうんですかそれがやっぱり中町全体にも広がっていったらいいのかなと思います。そういうよういいよに化企業が頑張っててる姿を見て 見たりあの学んだりしていろんなところであのポちポチとこうそういう企業が大小を問わずできてくることで生産力も高まり地域が生き生きしてくるのではないかと思います。え今まで50年仙台が頑張ってきた伊豆これから先の50年も一生懸命あの続けていけるように石原さんたちと頑張っていきたいと思います。ぜひ皆さんも一緒に頑張ってあの力を合わせてやっていけたらと思ってます。 ありがとうございますもう今地域の現状の革新をご指摘いただいたとそういうふうに思います、えー、ここで、えー、知事さん何かコメントいただけたらと思います <laughs>、はい、よろしくお願いします石原さん、坂木野さんとねまた生産をしそして加工をするまた馬場さんのようにそれを東京でいかに PR をして販路を開拓してくれる6次産業か、まあ、そうしたそれぞれのお立場からお話をいただきました。やはり 50年の歴史を誇って仙台発の皆さん方がね、その栽培方法を手使用にかけて編み出してきてくれたやっぱりこれを無にする必要はないではないだろうかもっと言うとそれをいかに引き継いで次の時代へそれを発展をさせていくというね、まあこうした思いが石原さんからも こっとと話があったところですねでもこの中でやっぱりワクワク感がいるよね若い人たちはということでやはり同じ世代の皆さん方が集まってチーム紀投裕こちらを結成をしたとこれは榊野さんからも、ね、非常に良かったんじゃないかありがたいよとお話があったところでありまして、まあ、こうした若い皆さん方が文字の知恵ではありませんけどね集まることによってどんどん前向きにそして EU への輸出これが見事に成功する。 まあ県としては何とかこのユズを生産拡大そのための販路拡大六次産業化ということでね、まあ、TPP でみんな困るというのを逆手にとって国にこの食物検疫この垣根をとにかく国と国との間で何とか下げることはできないのかと、まあ、これを強力に言ってきて、まあ、その第一号がまさにユズということになったところでしてねちょうどタイミングがあったと先ほど石原さんもお話があったようにね我々も非常に良かったなと。 そして EU でのいろいろな食の見本市こうしたところでの新たな出会いまたそうしたところへね先ほど榊野さんもどんどん出かけていって PR してるんですよというやはり生産現場の皆さん方が熱く語るということがその品目についての理解を深めるそしてそれを活用する例えばパテシエであったりあるいはショコラシエであったりあるいはシェフの皆さん方がね ああなるほどとそういう思いで作られたこんな特性のある未知の柚子というものなんだなともう今は柚子で通用するというお話もね頂い,いたところでありますので、まあ、県としても皆さん方と共に我々としてはそうした場を提供をどんどんしていくあるいはバイヤーの皆さん方との意見交換会そうした場を作るというところに力を尽くしていければなとこのようにも考えています。また新た新な形として やはり定住をしてっていうのをつい思いがちなんですがこれはなかなか難しいかろうとまた柚子の収穫期あるいは柚子にかかる時期っていうのがやはり非常に手がかかる時とそうでない時があるとこういう特性も活用すれば通勤農業というね新しい言葉であるわけですがこれがあれば例えば徳島周辺にいる人たち多くをこの柚子の 生産に関与していただける、ね、きっかけを作ることができますので、まあ、ぜひ我々としてもそうした活用しかも場合によっては県外からお越しをいただくと特に今林業はねどんどん大阪からアイターンで入ってきていただいてますんでそうした中でやはり馬場さん東京でね、まあ、今までのプライベートブランドをどんどん確立をされたというそうしたご経験を今徳島の紀藤ゆずのために 頑張ってていいいただいているとやはり日本で一番人口の多い東京で旗を上げなければなというのがあらゆるブランドあるわけですので、まあ、まず東京の皆さん方にしっかりと打ち込んでいただいてそしてそれが同時に海外から東京へ来る皆さん方にあここにもゆずがあるわということを知っていただいてそして母国でもってあ日本にやっぱり行ってゆず食べようこうしたところをねどんどんこれから広げることができればとこのようにも考えていますので。 まあ、ぜひ、この六次産業化、三次だけで終わらずに、六次から、さらに、これが発展するように。皆さん方とともに、力を合わせていければと考えています。ありがとうございます。貴重な、ご意見、ありがとうございました。えー、それでは。 若手の代表といたしまして久保、えー、谷さんあの滋賀県の方から先ほどおいでになったということでありますがまあ帰島融通を初めてお目ににしたと思いますまあ率直なご意見といただけたらとお幸いですありがとうございます、はい、お,お願いします私は2年前に伊藤湾カフェクルクの一部運営という業務内容に応募し地域おこし協力隊としてここ帰島にやってきました協力隊の初年度は 坂木野さんからくるくの運営の仕方やお客様との接し方またフェイスブックでの情報発信などを教わりましたするとすることすべてが初めての毎日一日一日が過ぎるのが早くてすごく充実しましたまた中町地域振興室に席を置き祈祷地区はもちろん中町である行事の準備や当日にスタッフとして参加し地域の方と触れ合うことができました 2年目である今年度からは気筒ゆずに関わる仕事を中心に活動しています気筒ゆずの魅力は何と言っても香り高さと酸味ですそれが私は好きです気筒ゆずは今日食べていただいた郷土料理のかき混ぜをはじめ様々な料理に合います秋の収穫時期には気筒全体がゆずの良い香りに包まれ黄金のゆず色に染まります その良さを伝えるべく、キトイズクラスター協議会の事務局を一部手伝わせていただくということで、県南海でのキトイズの PR 会に積極的に参加しています。その中で感じたことは、キトーイズがまだ知られていないということです。ゆずをどのように使えばいいのかわからない、徳島といえばすだちだねという声をよく聞きます。一方、キトイズ加工会社が作った商品を 新試食していただくと、これは美味しい。伊豆って酸っぱいだけだと思っていたけど、代わりもさやかこの酸味がいいという声も多く頂戴します。そのため、祈祷ゆずの味を試してもらえれば、その良さがきっと伝わると思っています。ぜひ多くの方に祈祷ゆずやその商品も味わっていただき、応援して応援していただけるよう、私なりの pr 方法を提案していきたいです。 協力隊としてここ紀藤地区に移り住み紀藤伊豆を中心とした中町の魅力をこれまで発信してきました協力隊の任期は3年です隊員としての期間のうち半分が住み今後どうのようにするかという答えを出していかなければなりません3年というのは与えられたテーマをもとに地域や人を知り自分なりの活動計画を立て実行するには期間が短いと感じていますまた これまで協力隊として頑張ってきた方々を見ると残念ですが期間が過ぎれば地域を離れるという方も少なくありません私はぜひこの気筒地区に残りたいと考えています協力隊として残り1年半今まで以上に充実した日々にすることはもちろん自分自身の協力隊終了後のライフプランというものを早急に作り上げていきたいと考えています 中町外から移住してきた人は来た頃は祈祷のことをあまり知りません祈祷について知るためには地域おこし協力隊になることも一つだと私自身実際に行ってみて感じています協力隊として祈祷に移住してくるのもよし移住はしなくとも祈祷へ遊びに来てくれるだけでもよしそのような方が増えれば人口減少が著しい中地域を支える人材が増えます 今後、私としましては、一人でも多くの人が、祈祷ー伊豆の PR はもちろん、祈祷を知り、祈祷を好きになってくれるようなきっかけづくりを行っていければと思っております。私の力はすごく小さなものでありますが、地域の方々と一緒にいろいろな方に応援していただきながら、協力隊の活動の中から地域で生きていく術を見出して、祈祷で活動を続けていければいいなと願っています。 ぜひ今後とも皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、えー。なんか嬉しくなってくるような <laughs> <laughs> 発表でした。あのどうか北東で永久就職してください。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> えー、それでは最後私です。あの先ほど紹介でもありましたように、私あの北東いうと新興協議会の会長という立場、それと阿南農協の。 常務理事という常勤の立場の2つがありますまずあの穴農協の理事としての立場としてこの気筒ゆずというのは適地適,適作の作物だろうと思っておりますまあ、その中できめ細やかな生産管理それから全国でも一番二番を行く企画の厳しさこれが気筒ゆずという ブランドといいますかこれを確立今はだいぶできたかなと考えておりますこれも先人の皆様方のご努力これ一重につきますし今現在も阿南農協としては この厳しい企画を守り通しております。ブランド化の自負というのがあります。まあ、一つの例えの例、ちょっと私、今日持ってきたんですが。まあ、これ。宣伝になったら、いかんのかなと思ったんですが。<laughs> あの、日本でも、二番目の種苗会社、滝種苗。<laughs> ええー、高架群ですかね。あの、忍者の里。ここに、大きな。ええー、種苗施設を持っております。私も行ったことあるんですが。えー、シェアは。日本で二番目です。えー、ここで。 えー、これ通信販売カタログなんですが年に2回出しておりまして、えー、今年の夏秋以降ゆずの苗木があのと <laughs> あのこの苗はこういう名前の付いたあの種苗っていうのはほとんどないんですあの品種名はありますが、えー、こういうふうに、えー、冠に地域の名前付いたは これのみ、キトユズもこれしか出ておりません。キまあこれもブランドの確立の一つの例でなかなかと思っております。またあのブランドを進めるために私ども農協は昭和58年にキトという漢字、えー、の商標を取っております。まあこれについては、えー、果実野菜冷凍野菜等々下に付くための商標を登録しております。 まだこの商標登録の講使はしたことございませんが一度県外の紀藤という地域がある県があります確か四国愛媛辺りだったと思うんですけどここも柚子を作っておりまして紀藤ゆずというのが出てまいりました <laughs> これは大変ということで私もまあ一応高頭でありますが私もこれ商標取ってますこれから紀藤ゆずという名称は使わないでほしいとまあ向こうもまあちっちゃい産地 ほととんど調べてないなころでした分かりましたということでその名前は今は付けずにおってくれておりますということで祈祷、まあ、というこれを地域の宝として私どもが管理をしていくという形で今現在やっておりますまたあのクラスター協議会ともども木の知名度に対しては先ほどの馬場さんの話もありますが都会のど真ん中で。 こういうふういいいふに指名を挙げていただいておりますので、まあ、あの私どものブランドを皆さんで力を盛り立てていこうとまたあのイオンリテールの話が先ほど小さなの方が出ましたが県それから町 J アグリアなんで木というと食文化協議会というのも一つ作っておりますまあこれを中心として木とのポン酢 それとゆず酎ハイは第4弾でこの3月あのイオンモール徳島の開店に合わせたように作っていただきまして <laughs> それと8月にはゼリーということでまた商品開発するようなお話も過去の副本部長さんから聞いておるんですが、まあ、ますます木とゆずの木とを売り込んでいただけると思っておりますしイオン系列での販売をしていただいておりますの大変ありがたいと思っております。 またあの、きょう午前には小さなご出席いただきまして、海川の改修、落成式しました、総予算4億、大変な金額を入れまして、改修工事いたしまして、あの中の設備も、署名、それからエアコン等も、ハサップ仕様にすべていたしております、鍵盤ハサップの取得をしていこうと考えております。 近ちにいろいろと県の皆様方とご協議しながらご相談しながら鍵盤ハサップを取って他の製品の差別化を図るとただ加工品につきまして私も一次製品が多ございまして絞った果汁を出しておりますそれも大手東丸醤油、キューピー酵ドそれからオタフクソース等とあのまあそういう一次製品が主力でありまして その後の二次製品最終製品につきましては皆様方の六次産業のこの地域の中で作っていただけたらと、まあ、原料供給もし足らない場合は私どもが供給いたしますしハサップ仕様での製品ということでしたいと思っておます二つ目は木とゆず振興協議会でありますが今現在の林水産省の方へ GI GI マークの申請をいたしておりまして今まさにそれの最終審査にかかっていただけとというお話を伺っております近いうちに吉報がまあいるんでなかろうかと期待はしておりますがもしそれがあ取れました暁にはこの GI 日理的表示保護制度 EU で大変力のある 認証制度でありましてこの輸出に対しましてはこの GI マークをつけた成果というのは大変な力で単価も上がるであろうしそれこそ他産地との差別化を図れるということで皆様方にもこの前からあの 規約の変更とか、いろいろ振興協議会の中でご協力いただいております。ぜひとも、これを取得した方的には、皆様方と一緒にこれを使って発展させていきたいと。まあ、あの全国で三十九品目今登録なっておりますが、四十品目目。うん、徳島県では初めて、柑橘では大分カフソについて二番目と。 いうようよなところを狙っておりますのでまたたその時には皆様にご報告したいと考えております、えーまあ最後の本になるんですが先ほど先、えー、の会長さんおっしゃいました担い手不足というのが今大変な問題であります。これについて私どもも地域の農協としては取り組んでいかなければならないと考えております。 市内の方で今自ら農業農業経営事業というのを昨年から始めておりまして今37アールでトマト栽培しておりまして新規就者者の研修者を3名受け入れててやっておりますこれからそれ以外にキャベツ植え付けするんですが今年は140アール1兆4ンほどこのトマトと同時にしようかと考えておりまして。 これも次年度でできましたら法人化したいと昨年から検討しておりますし手続き的にはもう今最初に入っておりますが法人化した上で自ら農業経営事業をしていこうとまこういう手法を人類にも取り入れることはできないだろうかと考えておりますまた県南ファーマーといいましてあの農業者になろうかと いう人に対して農薬の基礎知識とか肥料の基礎知識それから農作業の基礎知識の勉強会これも今何名ですか今現在私の記憶では6名か7名か年間で6講座ぐらい開いてるんですがこれも参加していただきまして狙い手を育成しようというふうにしております。 ただ、残念なとこれもアナウンスしないの方だけで今終わっておりますので、これも中町の方に向けて持っていきたいなと考えておるところであります。まあ,あの、私自身も先ほども言いましたように農業者であります。式とゆずの生産者でもありますので、この木と柚子がまあ日本一どころか、世界一の柚子と言われるようになればいいなという夢を持っておりますので、まあこの夢に向かって皆さん。 とともども一緒にご支援いただきながらやっていきたいと考えておりますので、これからもよろしくお願いいたします。以上で私はお待ちしています。えー、それではあの大体全員のお話は終わりましたので、小、はい、さな方から、はい、よろしくお願いいたします。まあ今は小林さんの方からね。まあ、この木と中町との出会い。こちらは三村留学という形で北側の方へね。学生さんの時に来られて。 そしてビビッときちゃったっていうねお話があってでもう聞いきっと来たいとそれで地域おこし協力隊こちらに入っていただいてそしていよいよちょうど中日中の年をに迎えられているということで非常にゆずについてもそのポイントをね的確に今言われました酸味とそして香りなんだとこの2つを基軸にしてさまざまな6次化製品 こうしたものを作っていけば多くの支持を得られるんじゃないだろうかとまたそうした点を榊野さんたちはじめねクラスター協議会の皆さん方が実行に移していくと、まあ、いい循環を起こしているところでありますし、ね、また地域おこし協力隊についての制度的なね課題3年ちょっと短すぎるんじゃないのとあるいはせっかく地域おこし協力隊で地域のファンになってもその年限を終えるとその地を離れてしまう人もまあ結構いるよねもったいないね こうした話がありました、まあ、確かに我々としても地域おこし協力隊としてその地域に来られそしてファンになっていた皆さん方にはね是非、まあ、その地でまあ定住をしてもらってそしてそこで活躍をしていただくと、まあ、そうした点をまあ市町村の皆さん方あるいは各いろんな団体の皆さん方と進めておりますんでね。 まあ、ぜひ多くの皆さん方からエールがぜひ中町に提示してよという話もありましたんでさまざ、あ、まな地域抑協力隊の人がその地域に定着をするパターンというのはこれまたたくさんありますので、まあ、ぜひそうしたものをご紹介をさせていただきまた地域の皆さん方からのオファーというのも多々あると思いますので、まあ、ぜひこの地で大いに盛り上げるために頑張っていただきたいと思います。 そししててからは様々な点でこののについいお話をたただきました大きな特色が適地適作であるということ厳しい生産管理これを行ってきたと、まあ、先達の皆さん方のその厳しいご指導であったりあるいはさまざまな技術開発革新といったものがレベルを落ちないようにさらに高みを目指していくとこの2つなんだと。 そして紀藤という名を商標登録まで、ね、されていたということでありましてそうした意味では今言われている6次化といったものそしてブランド化こうした点についてはもう昔からお考えをいただいてきたんではないかと、まあ、先ほど滝井修廟さんのね PL の話もこうあったんですが滝井さんは実はまあ徳島に今や石井のアグリサイエンスゾーンのところへ地元の会社まで作ってそこで 様々な生産活動も行っていただいているとまお、あ、そらくひょっとすると気筒ゆずに見せられてそして徳島にこうして来られているのかなというのも今秘話としてお聞きをしたところでありますのでまあ、大変心強く思っていますその中でこれからの展開としてやはり海外に目を向けていこうと2つの点ご紹介がありました1つは鍵盤ハサップこれも厳しい生産管理これがないことには海外輸出が難しいんですねまあ、これに対してどんどん チャレンジをしていくんだともうすでにそうした新しい生産施設我々もご支援をさせていただきましたがねまこれがいよいよスタートを切るということですのでさらなる輸出拡大期待をしたいと思っていますそして今度は海外でのブランド化ということで GI の話がありましたこれはまあお話がありましたように地理的表示保護制度ということで世界ではもう100カ国以上がそうした制度を持っているこの中でも EU は非常に高くこの GI 制度評価をしてくれているんですね。ということでブランド化とともにさらに価格を高めていくんだとこうした意欲を語られたところであります。まあ、確かに今日本で認証されている39、まあ、聞くだけでもねよだれが出そうな例えば田島牛とか夕張メロンとかね。 一玉数百万なんていうのがね初音でつくーバリメロンですから、まあ、そうした点を考えていくとこの GI 認証のパワー価値といったものはねもう多くの皆さん方にもお分かりをいただけるとこの40番目に紀藤柚子が入ればなっていうことでねここはもう大いに期待をしたいと思いますし、まあ、ぜひ獲得をしていただいてさらなる輸出拡大 EU だけではなくて世界中に紀藤柚子なんだと。 これを広めていただきますことを我々も全面的に応援をしてまいりたいと考えておりますありがとうございましたありがとうございました、えー、だいぶ時間も参りましたがあのこれだけはぜひ言っておきたい、えー、知事さんにお願いしたいというようなことがございませんかあのご意見でも結構でございますし、えー、どなたでも結構でございますはい。どうぞ,どうぞはいはい。茂野さんお願い、はい、します、はいはい 私の私はちょっとよそ者の立場からですけどあのこの祈祷に1年何回も来ることになりまして思ったことは確かにキラーコンテンツとしてものはあるんですけどやはりよく考えたらたくさんの有形無形の遺産が山のようにあると昨日も夜入ったんですがもう満天の月を見てびっくりしましたけどえ夏に来た時は落ちてくるんじゃないぐらい,ぐらいの星を見たり。 空中を浮かんでいるような藍やアメゴを見たりそういう自然であったり秋祭りにいつの時代からあるんだろうというような秋祭りを見させていただいたりということで実は紀藤伊豆株式会社が研修を企業研修まで今やりまして前回実は収穫している和光土とそれを売っている都心の紀藤伊豆の若い人と。 それを店頭で光への等級で売っている社員と全員を10人集めて文化会館で研修させていただいて全部の熱い思いを端から端まで売る人の熱い気持ち作る人の熱い気持ちをつながって一つになっちゃったんですね。で非常にやっぱりそういうことを含めて今度それを他県からいろんな人をここに来ていただいて勉強しながら祈祷で学ぶそして祈祷を体験する。 とというところを考えててまして実際にお祭りでおみこしも担げる剣とかねそういったものも発見しようかとかいうようなことを考えたりまさか一本の丸太に乗ってもらうわけにはいかんなというふうには思ってはいるんですがやっぱりそういったことを体験していきながら逆に研修の中で外から見てどういうアイデアがありますかというようなことを皆さんの前で発表してもらって。 クラスターの皆さんお城で聞いていただいて投票で決まれば実現化させようとかっていうようなところまで持っていきたいということも考えてますのでちょっとこれは知事さんへのお願いというか弊社の少し宣伝になってますが是非 <laughs> そういうことも始めましたので人物事を同時に結びつけながらその中の一人がここに住みたいと。 いいうふうふになっていただければもっといいなと思っていますのでぜひそういうことも考えていきますのでぜひよろししくお願いいたします今の馬場さんのお話でねやはり東京に若い人もあるいはあらゆる人たちが集まっているとこの東京でいかに PR をするかそれが一番ポイントになるとそして東京で住まわれ東京で働かれる皆さん方をこちらへどう引き込んでいくのか。 ここがまあ地方創生でもね新たな人の流れということでそれをまあ現に同じ社員さん同士がね紀藤であるいは中町でということをやっていただいていますそこで徳島ではなかなかそこまでの活動ができないそうした皆さん方の PR の場として普通はアンテナショップということで各都道府県がね東京の新橋だとか銀座だとかこうしたところにショップを構えるんですけどこれらと一段隠したいわゆるブランドギャラリー これをいよいよ平成29年度東京の奥渋谷特に渋谷を選んだというのは海外から来るいろいろな影響力を持つ例えば SNS を活用したブロガーであるとかこうした皆さん方インフルエンサーという、ね、名前で呼ぶわけなんですがこの人たちが一番集まるのが実は渋谷ということがありましてこの皆さん方をターゲットにそして徳島のものを知っていただこうと。 このブランドギャラリーターンテーブルという名前にしているんですがねアワフードこの徳島ブランドをどんどん PR をするではどういったところで一線をアンテナショップと隠すのかということですがこれはまずそこに当然交流機能があるあるいはマルシェ機能があるそしてレストラン機能がある普通はここまで来るとまあまあなところなんですね。ここれれに宿泊機能、これも持たせると。 特に渋谷っていうところは今東京は宿泊が大変なんですよね取れない、まあ、ここも非常にウェルカムという話がありまして東急の皆さん方が渋谷を一大今再開発をしているまた渋谷区の皆さん方も児童公園とかこういうポケットパークがあるんですがなかなか手が届かないと、まあ、ちょうど隣に渋谷区の児童公園がここの場所あるもんですから。 東急の皆さん方、渋谷区そして徳島県が三位一体でこのターンテーブルこれを開発をしていこうということに急遽なりましてね、まあ、そうした意味では大々的な、まあ、東京の拠点しかもアンテナショップとは一線を画すねこのブランドギャラリーターンテーブル、まあ、ぜひ多くの皆さん方にここをご活用いただくそして徳島から世界へ向けての発信の拠点にしていければなと。 このようにも考えておりますので、まあ馬場さんをはじめ皆さん方にも是非お知りをいただいてそして当然第1番目には「紀藤一」ずらっと並べるとかね <laughs> こうしたことを考えていきたいと思いますので本当に今日はどうもありがとうございました。 えー、皆さん大変ありがとうございましたあ大変ご視聴な意見それから前身、まあ、にくいな意見、えー、大変力強く思いましたありがとうございます、えー、それでは私のお務めはこれで、えー、終了とさせていただきたいと思います長時間大変ありがとうございました、えー、それでは知事の方から閉会のあたりましてのご挨拶を申し上げたいと思います今日は本当に皆さん方ご協力いただきましてありがとうございました今日のテーマである鬼頭ゆずの今後の戦略を語ると これまでの岸方50年の気筒ユーズの歴史、そしてその生産管理、的札、こうした点がまあ多く語られたところでありますし。これを今に、そして未来へ向けて引き継いでいく、その現状も熱く語っていただきました。また夢はどんどん広がるもので、今や気筒ユーズは日本の中というだけではなくて、EU をはじめ世界でユーズといえばもう気筒ユーズ、日本といえば気筒ユーズと、 まあそうしたところまで発展をしてきているところでありまして、これからはさらにこれを定着をさせ、より多くの国々の皆さん方に支持をしていただける、そうした国際ブランドとなりますよねこれからもご協力方、よろしくお願い申し上げまして、輝け徳島わくわくトーク、今日は終了とさせていただきます本当にどううもありがとうございまましした、はい、えー、以上をもちまして輝け徳島ワク,ワクトークを閉じさせていただきます。 えー、皆さんもどうも大変ありがとうございました。